マイネル・チャールズは、日本の競争馬、サラブレット・クラブ・ラフィアンの出資場であり、募集価格は3000万円。デビューは2007年10月20日で、芝山祐一騎手が騎乗。スタートで出負けして、4着に敗れる。2戦目の未勝利戦では、芝山騎手が騎乗停止のために、松岡忠海騎手が騎乗。先行し、直線外から伸びてきた佐藤プログレスとの一騎打ちになるが、 再び伸び返して初勝利。続く12月のハボタン賞では2着に終わったが、ホープフルステークスでは、ブラックシェルに一旦まくられながら、直線内からしぶとく差し返して2勝目を挙げた。2008年1月20日、年明け初戦の形成杯では、直線進路が狭くなるが、わずかな隙間から鋭い伸び足で伸び勝利をつかみ、重賞初勝利。さらに、弥生賞では、スローペースの2番手から、 直線落に抜け出して勝利し、重傷に連勝。これで、中山2000メートル芝の競争は3連勝。さつ賞では一番人気で出走したが、中団からキャプテントゥーレの逃げを捉えることができず、竹見和知の印ザシにも愛三着に敗れた。その後、6月1日の日本ダービーに、出走、二番人気に指示されたが、直線伸びきれず、ディープスカイの四着に敗れた。秋は、 札幌記念から指導、再び2番人気に指示されるも、ペースが上がったところでついていくことができず、直線も伸びず6着に終わり、初めて掲示板を外す結果となった。その後、菊花賞、トライアルセントライト記念に出走したが、ゴール直前で、ダイワワイルドボアに差し切られ、2着に敗れた。本番の喫下賞では、直線員をついて一時は先頭に躍り出るがその後、伸び足を書き、 王ンブルースリーの5着に敗れた。その後、軽いクッン炎を発症していることが発覚し、ビッグレッドファームに放牧に出された。2009年7月26日、箱館記念で9ヶ月ぶりに復帰、一番人気に支持され先段からレースを進めたが、直線で伸びを書き12着と敗れ、人気を大きく裏切る結果となってしまった。続く9月27日のオールカマーでは終始、後方のまま、 見せ場がなく10着と大敗した。その後、脚部不安を発症し、休養に入った。2010年10月16日のアイルランドトロフィーで、復帰、中断待機も、直線で力尽きてしまい14着と、との負けに終わった。続く11月20日の福島記念では、見せ場がなく9着に敗れた。2011年6月、クッケン,ンを再度発症したことから引退。 6月4日付で競争馬登録を抹消された。その後中山競馬場で誘導オーバーとなり、2012年、2017年のヤ生イ賞では出走馬を誘導した。ありがとうございます。